これが宇宙ラーメン？いや、ただの冷凍食品だ。こいつをアホほど軽くして舞台の機動力をぶち上げる。ラーメンを軽くする？まさか。ああ、俺らはカップラーメンを作るフリーズドライ食品の爆弾だ。フリーズドライね、聞いたことはあるけど、何をどうすんのそれって。結局文字通りフリーズしてドライする、凍らせて乾燥させるっつうだけだ。食材を凍らせりゃ中の水分は氷になる。うん、そりゃそうね、それはわかる。それを真空にぶち込むと、周りに空気がねえもんだから、代わりに氷が全部シュボンと水蒸気になって消えちまう。んで食材はスカスカに乾いて超絶小さく軽くなるっつうわけだ。スカには難しすぎるんだよ。そのシュボンとやらはどうやるのだ？そのための工作チームだ。おお、完成したぞい。おお、見やがれ。くっそ、苦労して作った水車を利用したフリーズドライマシンだ。おお、やるじゃねえか、クロム化石。どれもこれもこれまで旋空と作ってきたものを利用してできているのだな。ああ、そうやって人類が200万年アホほど気長に積み上げてったもんが科学だ。フリーズドライラーメン、お上がりよ。さあ、で、なんだこれよ。確かに軽くて小さいが、普通にまずそうなんだけど、スッカスカのガサガサで。まあ見てやがれ。おお、しかしこれ食べられるのか。おい、毒味は任せろ。新しいもんにためらわねえで飛びつくのが科学使いの生き様だぜ。それ前も言ってたんだよ。一番に食べたいだけという説もあるがな。これ出来たて熱々の分、前よかさらにうまくなってねえか。おお、できたぜ。